基本的には、どの鍵でもまあ同じだと思う。ボタンを押して開け閉めもできるし、この左右の鍵を使って長押しで開け閉めもできるし、ここのボタンを押して開け閉めもできます。ここのボタン覚えてほしいのが2つあります。左のボタンを押すと閉まるだけ。右のボタンを押すと閉まった後全部ロックするよという機能になります。なのでお出かけしてここのお荷物を取ってそのまま行くぞっていう時には右を押してください。そうすると閉まってから全部ロックします。すごいこういうイケてる機能がたくさんついてます。閉まってるのに対して開けるのは下でもいいってことですよね、はい、大丈夫ですね、多分大丈夫です。楽しいな、一つ勉強になりました。開かないですね。でこの場合にはこっちの鍵を持ってる人はここで押してもいいし、カードキーの場合にはボタンがないのでレクサスマークの下横長の黒いゴムがあります。これを押すと開けます。足はダメですね、という感じで結構いろんな開け閉めの仕方があります。それからここの床下、お荷物紹介します。床下にはこれを入れといてほしいです。タイヤホイールご覧ください。盗まれにくくするためにロックナットというのを1つのホイールに1個つけてます。外した純正が周りの4つ、真ん中が専用のそのナットになっているので、これ必ず車の中に入れておいてください。家で保管はしないでください。お願いします。取れなくなっちゃう。そうなんです。うちで点検もできなくなっちゃう。で基本この床下にでも置いておいてください。もしもし、はい。